3年ぶりに行動制限がない今年のゴールデンウィーク。最終日の今日、JR 名古屋駅では大きなカバンやスーツケースを手に帰省先から戻る人などの姿が見られました。大阪から久しぶりに帰省できてゆっくり過ごすことができました。広島から出かけやすくて人も結構多かったと思います。楽しかったです。おばあちゃんと遊ぶことで背が大きくなったねって。 JR 東海によりますと、今日は東海道新幹線の自由席にも空きがあり、目立った混雑は見られないということです。